ご覧のスポンサーの提供でお送りします。寒くなりました。新車情報の時間でございますが、今日は新車情報というふうにタイトルをお読み替えいただけるとありがたいと思います。それじゃあいつものように、最初は番組の最初は江取陽子の何でもインフォメーションでございます。はい、今日の何でもインフォメーションは12月23日にカーオフザイヤーで決まりましたので、それをお知らせしたいと思います。86年から87年のカーオフザイヤーに輝いたのは日産のパルサーです。なお投票数が2着だったのはソアラ、そして3着はルーチェでした。このような結果になりましたけれども、いかがですか。ヨコちゃんに言わせると競馬みたいなもんだね。1着2着1着と、ね、今日はこれだけです。あ、そうですか。はい、それからもうこの番組ではおなじみの自動車評論家の鈴木五郎、昔から若手、今でも若手の自動車工学者である芝浦工業大学の教授をなさってらっしゃる小口康平さんにおいでいただきました。で、今日はこの1986年の総括と題して、今年というよりは86年の1年間の話題を取り上げて、その中の重大ニュース、重くこうなんでございますけれども、これを順に追っていこうと思います。テレビには時間の限りはございますので、あるいは全部こなせないかもしれませんが、しからずあらかじめお断りいたしておきます。で、先進メカ搭載車というのはございますが、先進メカと言いますと、まあ、一応はその日本的な電子仕掛けのということになりましょうけれども、これについて、続々出てきたんでございますが、一つやりたいと思うんですけれども、いかがでございますか。この電子仕掛けの車、世界にはあんまり例がないんですが、日本では電子仕掛けたくさんありますね。大内先生、工学者の立場から見ていかがですか。あれですね、やはり世界の中で日本は一番進んでいるところに入っていると思いますね。で、昨年あたりがですね、どちらかというとそのエレクトロニクス何でもかんでもという感じで来たんですが、はい、まあ、今年からじっくり落ち着いてきた、はい、そして本当に実質型になってきた。多分これはもう少し来年済むんじゃないでしょうかね。そうですか。小口先生に口を切っていただいたところですが、ここでひとまずコマーシャルを入れてやりたいと思います。コマーシャルです。それでは小口先生に口を切っていただいたんですが、先進メカのうちエレクトロニクス、日本はなかなか進んでいるというところですが、徳次大臣さんのお考えはいかがでございますか。進んでると思いますよ。どんなエンジンマネジメントなんてほとんどもう今エレキでやってるでしょ。それで今年はほらエアサスペンション、そいつをまあエレキでコントロールしよう、空気バネの代わりに使おうってやつ、すごいと思うんですけどね。なるほどね。五郎さん難しい顔してますが、どうですか。いや実はね、先進メーカーっていうのもね、本当は2種類あるんだろうと思うんですよ。で今回はまあ電子仕掛けのことを取り上げるんでしょうけれども、はい、実は純粋なメカニズムでもかなり先進的なものもありますねと。なるほど。本当は四輪駆動のメカニズムね、いわゆる機械構造でも先進的なメカニズムを取り入れた車もありますし、要するに電子仕掛けだけではないよ、ないよということ、本当はね、はい、じゃあ機械仕掛けの方ではどんなところが、例えば、シザースギアをカムクロに使ったとかね。シザースギアっていうと、ツインカムの、ツインカムっていうんだから、頭にカムが2つあるやつをベルトをかけずに、1つにだけかけて、こいつをギアで隣へ、ギアで捉えて、それで ガタが来ないように、ハサミでこう挟むようにしておいて、こういうふうに、こういうふうに、音もなくそうと、タイミングもうまく取ろうと、こういうようなメカニズムもですね、その思想そのものは、古いんですよ。しかしそれをそういうところに使ったというのは先進的なものだと思いますね。なるほどね。そういうものもありますねと。で、まあ、ここではね、はい、実はその電気仕掛けの方、はい、でエレクトロニクスコントロールをまず取り上げるとするならば、はい、本来やっぱりこういうメカニズムみたいなのは客にわからないってことはよくないんだけど、乗ってる人がなんだかわからないけどいいねと、いうふうに働いてくれるのがいいねと。なるほど。でそういう意味ではものすごく進んだと言えるんじゃないですか。小口先生は時々こういうものをかけながら見てますが、
工学者の目から見るとどうですか、ね、こういう傾向は。今鈴木さんがねおっしゃったことが非常に大事で、うん、でここにこのメカがありというのをですね、正面に出していく時代というのはまだその発展段階で、そのそこはかとなくその良さが分かってくるというところに、これが熟成の時代、うん、だからおっしゃるその思想というのは非常に大事だと思いますね、うん、熟成の時代に入ってくる、はい、うん、だから今まではつけただけで脅かしが効いた、言葉は良くないけどね、うん、脅かしが効いた、はいはい、これから先はそれはきちんと働いて評価されるという時代になるんじゃないですかね。なるほどね、うん、それももっといいのは使ってる側が何だかわからない、何がどういうふうに働いてるかわからないけど実に具合のいいもんだっていうもんじゃなきゃいけないと思うわけですね。そうですね。そうすると日本のユーザーはまだツインカムであるとかターボであるとか、下級機がどうだとか出力がどうだとかなんて言ってるのは、これはお客の方の熟成がまだ足りませんの、うん、だからあの煽り方がいけないと言いますかね、うん、乗っかっちゃう方がいけないと言いますかね、まあ、いろんな言い方はあるでしょうけどね、うん、あのこの好みというか誇りをどこに持つかっていうことだと思うんですね、うんうん、煽り手の一人として徳大さん、なんかご意見ありませんか。ありませんけどね。ありませんか。あのあれですね、あのツインカムのバッジがついてないとツインカムじゃないと思うよ、じゃあやっぱり具合が悪いですね。あ、そうですか。あ、なるほど。電気仕掛けいろいろでございましたけれども、もう一つの先進メカニズムと言えるかどうか分かりませんが、四輪駆動車というのが大層増えました。それもパートタイムではなくてフルタイムの、いつでも四輪に動力がかかるようなタイプ、それ仕掛けいろいろでございますが、この四輪駆動は、日本ではフルタイムはマツダのファミリアが一番早かったんですが、その後続々ですね。そうですね、これについて今年特に増えたんですよね。フルタイム 4WD ってこうスポーティーな車という最初概念がありましたね、ええ、でも実際はあれ本当にごく一般的な雪道を走る車にすごく実はいいんですよね、はい、うん、だから僕はあのフルタイム4駆っていうのはあのとてもいいメカだと思いますね。で安全性が高まるし、こう自動車ってのは本当はハンドル切った分だけ曲がったりアクセル踏んだ分だけ動くっていうのが一番いいわけでね、それに向かってると思いますね。なるほど、うん、あの今年 ね, ね四輪フルタイム四輪駆動車が今年増えたっていうのが今年の大きな課題というかあの注目点ですね、話題ですね、はい、でもその中でねやっぱりあの僕としては注目したいのはね、うん、生活に使う上で今あの徳田さんが言ったように、うん、ものすごく使いやすくなったよねという四輪駆動と、うん、大きなエンジンを乗せたので、うん、二輪駆動ではもう間に合わないのよと、うん、四輪駆動にしなきゃたまんないのっていうのとが出たということだと思うんですね。なるほど。かたや庶民型、うん、庶民型生活タイプ、そうですよね。かたや、スポーツ自動車スポーツ派、道楽タイプとでも言いますかね、うん、こんなものですよね、うんうん、それがやっぱりその昔からそういう思想はあったんですよね、うん、今年日本の車の中でそういう2つの車がこう出てきたということがやっぱり面白いところだと思うんですね。なるほどね。学者の目から見るとそのフルタイムの 4WD ってのはどんなもんでございますかね。いろいろ仕掛けがありますが、どれが一番らしいと思われますか。あのね、私はね、まずその動物を見てください。四つ足動物はその四つの足が全部働いてる。いや、そうじゃないのもありますよ、カンガルーなんか後ろのあれあれは四つ足が進化しちゃったんですね。ですからね、要するに馬でもね、犬でも猫でもみんなそうなんだけども、やっぱり四つの足がしっかり力を出す、これはもう安定性の原点なんですね。なるほど。一番基本になると思いますね、はい、でそういう意味でも今徳大さんがおっしゃったことをまさに車の一番その理想的な姿に一歩近づいたということを言えるんじゃないでしょうか。自動車ってのは4つの車に努力が伝わった方がいい。それでは仕掛けはいろいろありますが、どれが学者の目から見るっていうといいかなというふうに思われます。これはねそれぞれ一応一旦ありますけどね、はいはい、やはりねあれでしょうね、センターに置いて前後に分けるいう形がいいのかなという気がしますからね。センターに置いて2つに分ける、うん、ああちょっと難しいな。これはセンターデフでなくてもいいわけですね。そうですね、うん、だからメカニズム的に面白いのはね、うん、そのフルタイム四輪駆動の方式っていうのがいっぱい出てきたってことだと思うんですよ ね、うん、そうですね。あの今小室先生がおっしゃったセンターに置いて2つに分けるっていうお言葉がありましたけども、うん、エンジンから動力を前後に分けなきゃいけない、うん、分けるのについて、うん、まあビスカスカップリングであるとか、要するに前のワンペアの前の一組の車輪と後ろの一組の車輪が違う回転をしても大丈夫なような仕掛けと、こういうことですね。そのためのこう
メカニズムっていうのはいろいろ出てきましたよね、うん、でこれがやっぱり今どれがいいのかって言われると僕は用途によって違うだろうと思うんですよ多分 ね、うん、なるほどね、やっぱ登山靴とね、うん、銀座市場の靴とはやっぱ違うわけでしてね、あの四輪駆動が面白いのはね、こう 全人未踏の山の登山口を今探しながら3合目ぐらいなんじゃないですかね、だから面白いんじゃないかな、まだ登山口に行かない、ジョギングシューズちょっとしましてもトレッキングシューズぐらいとかなるほどね、テレビというのはそそっかしいもんでどんどん進むもんでございますが、次の話題というのは V6 エンジン、こうむやみやたらに V6 エンジンが増えましたね。日本の先達は V6 エンジンは日産自動車の日産が作った V6 エンジンが初めですが、その後ホンダがやり、マツダがやり、ところがなぜか日本のトップメーカートヨタが手を出さない、少なくとも手を出しているかどうかは分かりませんが現れてこないと、そのあたりについて独断と偏見で一つ判断を願いたいんですが、それは五郎さんからいきますか、うん、いや僕はねトヨタさんはねやると思いますよ、うん、もうすでに僕は実験室段階とかね、はい、企画の段階ではもうすでに6気筒あると思いますがね、はいはい、ただ4気筒でどこまでいけるのよという、もしくは直6でどこまでいけるのかなという読みといいますかね、がまだ続いている段階なんだろうと思うんですね。でなぜ直列4気筒や直列6気筒だといけないんでしょうね。いけないことはないでしょ。つまり FF が非常にこう主流になってきた前輪駆動が、はい、それでそうするとちょっと6気筒を横にするわけにいかないでしょう、うん、だから V6 なんでしょうけど、でも前輪駆動はエンジンを横に置かなければ成立しないってもんじゃありませんよね先生。縦に置いたものもありますね。でも縦に置きますとね、うん、これは6気筒ですから長くなってしまいますね。ああ大変長くなってしまう、はいはい、でかつてのようにそのフロントノーズがですね車のデザインを決めていたような、そういう時代はいいんですけどね、はい、今おっしゃったようなその FF になってきて、できるだけ室内を確保しよう、こうなってくるとエンジンは小さくなれと、うん、いうことになっていくわけですね、うん、そうすると勢い、その縦に、これは三本さんだってそうでしょ、本をこういうふうに一冊の本があって、これをもうちょっと小さくしようやと言ったらですね、はいはい、畳むのがいいですね。なるほど。畳むね。で、完全に畳んじゃうと動かなくなっちゃうんで、先生、僕の場合は畳まない、巻物にしちゃう。それも一つの、それ水平対向に持っていく、これも一つの方法ですね。だからやっぱり大きな目で見ればね、エンジンのコンパクト化っていうのはもう進んでるってことなんですよね。だからエンジンが自動車の主流ではなくなってきてるんですよ、そういう意味で言えば。でエンジンルームをなるべく小さくして、居住スペース、まあ、自動車って限られるスペースの中でね、居住空間をなるべく大きく取りたいから、エンジンルーム小さくしようよと、小さくするためには、今の話で直6よりは V6 の方がいいじゃないのって。で、V6 が作りにくいよとかね。なんとかって話があったんだけど、実際にはそうではないみたいですね、最近は。なんか二次振動がどうのこうのって言ってるうちに、二次振動なんかなく、スー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 どこのやつもよく回るんですね。だから昔はマウント、エンジンマウントが難しかったから、振動がどうのこうのって、最近はその振動はエンジンマウントのラバーでなんとかうまくやりましょうよ。多少振動しててもスムースな方がいいよと、こういうふうになってたみたいですね。そうすると技術が進んだので V6 の作り方もいろいろな方法が見つかってうまくスムーズに回る V6 ができたと、そして V6 は、前の車輪を回すタイプの車については横に積むのに便利で、だから流行ったと、こういうことですかね、短く言うと、うん、それでいいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。いや、前を書くのに便利だからということよりも、うん、僕はコンパクトにできるということだと思うんですね。小さいほどいいと、うん、要は動力源は小さければ小さいほどいいんだという思想がね、自動車設計の中に出てきてるってことだと思うんですね。なるほどね。じゃあコマーシャルっていうのがありますんで、コマーシャルを挟んでまた話を続けようと思います。1986年の間に V6 のエンジンを持たなかったのはトップメーカーのトヨタだけというお話を今出たところでコマーシャルになったわけですが、そのトヨタ V6 なんか持たなくても日本の乗用車の半分はトヨタ製の車になった。これについてはいかがでございますかね。ぜひ独断と偏見で、お話しいただきたいんでございますが、徳さんからいくか。一つはね、他のメーカーがちょっとだらしないかなという気がしますね。ちょっとじゃないですね。ちょっとだらしないですね。ちょっとだらしないですね。トヨタだけがなんかマーケティングがうまいですね、日本ではね。
要するに客の好きそうなものってのをよく調べて知ってると、うん、あの風俗の研究なんかで自動車を作んなくちゃいけない世の中なんですね今ね。ははなるほどね、風俗の研究で車が出来上がる。工学者はなんかどうも納得できないというような顔してますが、いかがですか。いやね、やはり一つの社がですね、はい、50% を占めるというのは、ね、まあ、ある意味ではね、日本の自動車技術にとって、ある意味では赤信号がです、ね、ですから、うん、一つ他も奮起して、一つ市場をね、もっとこう取り合うように、うん、やっぱりこれが大事だと思いますね。切磋琢磨がやっぱり大事だと思います。もう氷河期が来て恐竜は滅びたと言いますが、今だんだんそのトヨタは恐竜になりつつありますね。と早く氷河期が、まあ、あんまりきつい氷河期が来ちゃうとまずいでしょうが、氷河期が来ないと、トヨタだけが恐竜になって、他のはその恐竜の餌になりそうな感じがしますね。ただですね、はい、その時にその日本という市場で見るとそうなりますけどね、はいはい、まあ、国際市場でもって見た時に、はい、それはやはり一社が非常一社にしてもですね、大変強いそのポテンシャルを持つということは、はい、これは大事なことなんですけどもね、はい、しかし、あと10年とかそういう長い中期的に見たときにはもう少しバランスを取れるような、そうするとユーザーにとって我々も車乗る人間もですね、楽しい車がそうなるとたくさん増えてきますからね。なるほど。ぜひこうしのぎを削ってもらいたいと思いますね、両みんながですね。なるほど。ゴロさんのこれ、いい意味での自由競争みたいなのがね、はい、隠れちゃってるんだろうと思うんですね。でも僕はもう数年前から僕は言ってるんですがね、ユーザー調査をすると、はい、トヨタの方がちょっと起きましたね、はい、トヨタ以外のユーザー調査をするとトヨタのあの車みたいな車にしてくれじゃ買うのにというセリフが意外に多いと言うんですよね、うんうん、でそうやって作っていけばね、トヨタの作ったものを後押しで作っていけば、それは最終的にはトヨタのものになっちゃいますね、みんな、うん、でそれのね、端的な表れだと思うんですね、うん、で実は 2,3 年前からエンジニアの間ではそれはちょっとなんか違ってんじゃないかっていう、うん、まあ、気分があったんでしょうね、うん、やっぱりいろんなメーカーで、うん、トヨタの味とは違うのよというものをお皿に出してきてますよね、うんうん、まだそれがまだ、うん、なんていうんですかな、ね、響きを得てないから、うん、50% を持って帰っちゃうと、こういう格好に今なってるんでしょうね。今鈴木さんおっしゃったようにね、うん、トヨタってね、自分の会社の技術を分からせるのがうまいですね。なるほど。だから自分の技術はすごく先進で、うん、すごく便利なもんだっていうことをこう喧伝して、みんなもそう思うんだけど、じゃあ他のメーカーがやったのはって、トヨタはね、そいつを追わないですね、うん、無視の、うん、態度を取る。よそに見ない。そうなんです、うん、そうするとね、そこはなんかね、それがうまくこう喧伝できないんだよね。あ、ね、だからいつも自分のフィールドで勝負するわけですよ、トヨタはね、うんうん、それでファッションの先取りがうまい。そう、あるいはファッションメーカーかもしれませんね、うん、トヨタは。そういう意味ではファッションメーカーでしょうね、うん、技術も高いけど、そのファッションのために技術を使うんですよね、うん、あとは、ね、例えばね、うん、面白い話ではターボってのが出てきた時にね、はい、兄貴はなんとかだったけど俺はこういうターボだっていう話がありましたな。ありました。その時にトヨタは出遅れたんですよね、実際には、はい、しかし今になってみるとツインターボとかでなんとかターボって作ってるのはトヨタさんいっぱい作ってるのね。あ、いつの間にかすり替わってるんですね。あ、で無形決定、ね、でしかもそのターボがどうだこうだなんて言わないんですね、うん、で現実的には先ほどなんかカーブザイヤーで何やかになったソアラにも乗ってるわけですよね、はいはいはい、うん、でちゃんと使っていて、うん、でターボがどうのじゃなくてムードでいいよとこうなったんですね。この差だろうと思いますね。そのトヨタがシェア 50% を占めたという話はまあこの辺で、これもう話をし始めますとね、いろいろたくさんありますんで、今年はですね、不景気不景気と言われながら日本国始まって以来の外車の大人気、大人気っていうからどのぐらい売れたかと言いますと、6万3000台分ぐらい売れたんじゃないかなという登録上から見ると、言われますね。そのうちの1割ちょっとぐらいはひょっとすると並行輸入という形で入ってきたんではないか、なんかこの辺の実態がよくわからないんですが、とにかく6万3000台ほど登録されたというんですが、高い会社がなぜこの不景気に売れるかということについて伺いたいんですが、だって会社派、いやだってね、うん、買った気になるものって
っていうのは今自動車ぐらいのもんですよ。それはね、土地とか家買えば買った気になりますけど、ね、いやいや、ならないですよ。でもね、なりません。これはね、借金の塊ですから。借金コンクリートじゃないのよ。借金コンクリートで出来上がってるんです、このですからね、こう普通の人間が買えるものって自動車ぐらいしかないわけですよ、うん、で外国車は円高でこうちょっと安いイメージがあるじゃないですか。安くなったような。なるほど。だから外国車に乗りたいなとこう思う人が少し増えたんじゃないかと僕は思うんですかね。うん、でも日本の車いいって言われていて、うん、外国へ行ってどんどんこうはびこっているぐらいいい車を作っている国なのに、その国産の車よりはやっぱり高い外車がなぜ売れるか。でもしかも世の中不景気なのよと言うんで。でも日本の車は400万台も年間に登録されて、その後ろ6万台ですもん。そんなことあたぼうですから。ウクロさんいかがですか。いや、僕はね、外車安くなりましたよ。高い高いと言っても安くなりましたよ、うん、やっぱり、なんだっけ、ドルと円の為替のなんとかで最近、値段を下げました、はい、一声100万円下がったんですもんね。ねえ、100万円大きいですよ。それじゃ100万円下がらないやつだね。一声100万円下がるとね、これ安いと思いますよね、うん、で西ドイツでね、面白い話があって、西ドイツってのはいろんな車入ってますでしょ、はいはい、30% ぐらいは輸入車ですね。ところがね、彼らの国でもですね、一番先に売れるのは国産車なんで、だから西ドイツの車なんですね、はいはいはい、でね、愛国心は 15% の値段でね、相殺されるんだという冗談がある。要するに外国から入ってきたものが 15% 安くなると愛国心がなくなって、だから国産車と彼らの国産車と外国車を並べる、 15% の値段の開きがある分ところまでは国産車を買ってやると。なるほど。しかしもっと安くなったらもう外国車行っちゃうと、こういう話があるんですって。これは、まあ、半分冗談でしょうけどね。似てるんじゃないですか、うん、国産車400万でね、うん、外国の車が600万だとね、うん、まあ、2割かまあ2割3分5分ぐらいですけどね、まあ、ちょっと 15% とはちょっと違うけれども、500万と600万は2割ですからね。それは外国車買う人いるでしょ。それは三本さんだってこれベース買える時代になったから愛国心ちょっと売りましてね。しかしあとは辛いですね。いや、それでね、もっと面白いのは、なんですか、金利、はい、カップ販売法における金利、はい、というのが、うん、外国車を買うとものすごく安く見えるようになってますね。なるほど。これまた買えますよ ね、 なるほどね。毎月払うのが15万を18万にすると外国車が買えるんなら買う人多いんじゃないですかね。なるほどね。大西先生、その貧乏ったらしいお金借りたりなんかする話は別にして、技術やプロフェッサーの目から見て会社がこうも売れたのはなぜだと。これね、やっぱりね、技術ということよりも、はい、やっぱり豊かなんでしょうね。どうは言ってもね、私はそうだと思いますね、うん、それからもう一つは外車というものがここまで馴染んできますとね、はい、あれですね、車が、日本の車はまた一段と良くなると思いますよ。なるほど。これはね、大事なことなんですけどもね、自分のとこの国の車だけがその走ってるとこの車ってのは良くならない。やっぱりそのドイツがまさにその典型ですけどもね、やはり外国の車が堂々と走って、で中でもって それぞれの特徴を出し合うというところにやはり進歩がありますしね、これ大変素晴らしいことだと僕は思いますね。なるほどね、はい、もうなぜかっていうのはやっぱりお金の問題でしょうね。なるほどね、もうお金の問題。いろいろもっと話題はたくさんあったんでございますが、テレビジョンというのは結論を言い急ぐもんでございまして、それじゃあ78年に対する展望、これからどうなるというのを一言ずつ伺いたいんですがね。ごめんなさい、87年、62年、昭和で言えと62年は一体どんなふうになるのかと、徳大先生、いかがですか。はい、自動社会はすごくこう活気がありますけど、はい、まあ、世の中全体にちょっとこう景気が下がってるようですから、うん、自動車メーカーとしてもそんな安楽にはいかないだろうと思いますね、うん、で僕が興味があるのは87年からまた一つアメリカにメーカーが、自動車メーカーが、日本の自動車メーカーがアメリカに行って稼働し始めると、うん、で88年になるともっとたくさん、うん、そいつがどうなるかすごく興味ありますね。なるほど、はい、鈴木五郎さん、いや今年よりも来年の方がもっと内需喚起っていうのをするでしょうからね。内需喚起、日本の国内でもっと車売らなきゃいけない、車売れ売れってことになるでしょうから、はいはいはい、見た目華やかになると思うんですよ、うん、新車もどんどん出てくるでしょうね、うん、まあ多分ね、1月2月ぐらいにコン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 新車が出てきてね、うわ、またこれも出たとかこれも出たっていうほどいっぱい出てくるだろうと思うね、内需が辛いんだけれども、どんどん出てきて、
目の先変えてものすごくいい車が出てくるんだ。ただ徐々に値段が高くなりそうだというのがね、私は怖いなと思ってますよね。なるほど、うん、学者の目から見ると私はね、技術的にですね、パワートレイン の CVT がいよいよね、市民権を売る基礎規則というベルトを使った自動変速そうですね、はい、それからあとエレクトロニクスがいわゆるその実質型にもう一度見直されて、はい、あのもっと我々が使いやすいエレクトロニクス技術がずっと入り込んでくるんではないかな、なるほどこう思います。なるほどね、またそうすると新機構は山ほどということでございますね。積み残したくさんでございますけれども、残念ですが時間になりました。ここでコマーシャルでございます。新車情報大賞のお知らせでございます。今年この番組で取り上げた車を全部ノミネート車といたしまして、今年よくできた車、こういう車が庶民の生活に役立ちそうだと、こういう車は褒めるに値するというものに、皆さんで投票をしていただいて新車情報大賞というのを送りたいと思っております。で、今までの受賞者はご覧の通りでございます。これらが今まで過去6回の新車情報大賞の受賞者でございます。それで投票の方法をもう一回申し上げますと、これがいい車だなと、こういう車がいい車と言えるんだというものに頭にプラスとお書きくださって、その下に社名を書いていただく、そしてプラスに選んだ理由を簡単に書いていただくと、数多くの車の中にはこういう車は世の中になくてもいい、ない方がいいというふうにお感じになった車もおありかと思います。そういう場合は頭にマイナスとお書きくださって、その下に社名を書いていただく、理由もちょっとお書き添えくださると ありがたいと思います。で、プラスのものは全部足し算で、足します。マイナスのものをそれから引きまして結果を作りたいと思います。それでマイナスだけの投票というのはちょっとご遠慮いただきたいと思います。それじゃあノミネート者一気にご覧ください。
いやー、今年も出ましたね。この番組で取り上げた分だけでも48台ございます、どうぞ振るってご投票お願いしたいと思います。それでは投票の方法をもう一度江取さんから詳しく申し上げます。江取さんお願いします。応募方法は、はがきにプラス点の車を1台書いてその理由、そしてもしありましたら、マイナス点の車も1台、その理由を書き添えてご応募ください。宛先は、横浜市中区山下町69、TBC テレビ、新車情報対象係などです。締め切りは12月の31日の決心有効です。発表は来年1月にこの番組で行います。なお、応募してくださった方の中から、ペアで1組の方に、グアム3泊4日の旅をプレゼントいたします。東京名古屋から毎日就航、乗った時からトロピカルな気分が味わえるコンチネンタルミクロネシア航空でエメラルドグリーンの海に浮かぶグアム島へ。お泊まりは PRC の呼び名でおなじみのパシフィックアイランドクラブです。陽気なクラブメイトとリゾートライフを満喫してください。そしてバイクボックス池袋サンベストよりご覧のソフトバイクを1名の方にプレゼントいたします。その他にも抽選で100名の方に自動車関係各社からご覧のプレゼントをお送りいたします。たくさんのお話お待ちしています。それではいつものプレゼントです。自動車専門誌のモーターファン、モーターマガジン、月刊自家用車、カーグラフィックス、ドライバー、ルボラン、カミオン、ゴーグル、カーセンサー、ナビ、カートップ、グルマニア、以上12種の中からご希望の雑誌を抽選で120名の方に3ヶ月間無料でお送りいたします。続いてのプレゼントはこちらです。自動車バッテリーメーカーの日本電池より胸に GS バッテリーマークのついたご覧のジャンパーを10名の方にプレゼントいたします。お持ち込みの方法は郵便はがきにご希望の雑誌名またはジャンパーとお書きの上、住所、氏名、電話番号、番組に対するご意見、ご感想を添えてご覧の宛先までお申し込みください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。お話お待ちしてます。いろいろな話題がございましたけれども、5つばかりしか取り上げることができませんでした。お忙しい中おいでいただいたのにフラストレーションの元を作るようなもんでテレビの番組ってのはそういう点では良くないなと思ってるんではないですかね、これに懲りずにまたお付き合いいただけるとありがたいんではないですが、来年は少しは明るくなるといいと思いますね。あの自動車、まあ、写真もそうなんですけどもね、自動車作る側が、苦しんで作って使う側が苦しんで使うって、これは最悪の自動車ですね。まあ普通でも作る側は苦しんで作った、使う側はまあまあ普通に使えた、これで普通ですね。でも作る側が楽しんで作って使う側も楽しかった、こういう自動車があるといいですね。で、外車ちょっと話題に出しましたけれども、外国の車ってのは作る側がやや楽しんでるところがありますね。まあ徳さんとなんか外国でよく一緒になりますけれども、外国の車を作ってる人たち結構楽しんでやってらっしゃる、ゆっくりですが確かな進歩もしている、それで使う側も楽しい、これはいいと思うんですが、日本はまだむやみに苦しみますね。今年のカーオブザイヤーを我々こう選んだわけですが、この選ぶのにも随分苦しみましたね。あんまり来年は苦しみたくないというふうに思っておりますが、どうぞ先生も楽しんで車を作れる新しい理論をどうぞ解明なさってください。それから2人のビッグ2も、一つ楽しんで作るようにエンジニアにぜひネジを巻いて楽しんで結構かしてですね、楽しんで結構かしてこれも辛いことですね。どうぞこれに懲りずにまたテレビジョンお付き合いください。どうも本当にありがとうございました。それではまた来週お目にかかります。